はいどうも、サブチャンネルの僕ですということで、今回セレッソサッカー夏の補強プランですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、今年の夏も J2 から補強あるのかっちゅう話でございます。まあ今年もって書いてあるんですけれども、今年の冬にまあ続いてっちゅう話でございますというのがあるんで、まあ J2 から補強があってもおかしくないんですけれども、しかし今ちょっと債務超過の問題がセレッソサッカー大きいんでね、この債務超過の問題をやっぱり最優先に解決するんであれば、まあこれ選手を買うよりも売る方に回る可能性も高いんで、まあそういう意味ではセレッソサッカーだけじゃないんですけどもね、この間発表された債務超過ですね、これらのクラブというのはね、この夏の動向、まあいろんな意味でちょっと注目かなと思ってますね。はい、ということで、こちらサブチャンネルでございますね。メインチャンネルの方ではセレッソサッカーの前半戦振り返り的な動画やっております。よかったら動画概要欄かメインチャンネルもよろしくお願いいたしますということで、タイトルにある通りですね、まず移籍の話をする前にポジション別評価ということで、個人的な、甘めの評価です。本当甘い評価で今回やらせてもらっているんですけども、こんな感じですかね。まあゴールキーパー一応 B 評価、まあゴールキーパーの評価ってなかなか、難しいんですけども、ね、どれだけやっぱりゴールキーパーのせいで、まあせいでって言い方悪いですけどもね、ゴールキーパーが理由で失点したとか、そこら辺細かく見ていいかで難しくあるんですけど、まあ、少なくとも僕が見た試合でやっぱり今年もキム・ジンヒョン選手、存在感を示しているんですけど、なんか昨年よりもちょっと不安定な感じがすると、なんかまあ不安定って不安定ではない、それでもやっぱ素晴らしいゴールキーパーであるのは間違いないんですけど、ちょっと昨年に比べるとというのは、個人的にはありますけれどもね。であとディフェンダーは C ですかね。まあ、サイドバックはやっぱり J 屈 C ですね。これ、松田陸選手がいて、山中選手がいて、そしてその控えに丸橋選手がいて、ちゅうことで、まあ、サイドバックは J 屈 C な感じが正直僕は、しているんですけども、どちらかというと、やっぱ、ひなセンターバックのところですかね。このチームはクロスからの失点数が多いんです。まあ、ヨニッチとか西尾選手とか、跳ね返すことができる選手いるんですけども、やっぱこうクロスからの失点が、多分チームで一番多かったのが、まあ、クロスからの失点というのがね、データ上あったんで、この、クロスからの失点が高いということは、そこはやっぱセンターバックの責任も結構大きいと思うんで、まあ、そこはやっぱ守備のところ考えると C 評価にしておりますけど、まあ、しかしやっぱ個人的な能力です。これディフェンダーの個人的な能力を見るとやっぱりこれ素晴らしいものがあるんでね、このやっぱクロスの失点、クロスの失点は高いんですけど、いやそれでも素晴らしいメンバーが揃っているという話でございますね。で、ミッドフィルダーまあ D ですかね。本当賢く、そしてこの力が魅力ですね。これ賢くの部分はやっぱ奥野選手ですね。これ奥野選手はこれセレッソ坂がボール保持をポジションしているときボランチの位置から下がって3バックの右に入ったりとか、まあ、そのままサリーダーですね、サリーダーの形でセンターバックの真ん中降りたりとか、まあ、ボランチの選手であるんですけど、まあ、そのビルドアップの時とか、まあ、これ可変、まあ、その時の状況に応じていろんなところで、プレーすることができる。そしてまあこの選手でボランチでありながら本当いろんなところに顔を出す、まあ、今自分がどこでプレーをすると、チームが良い方向に進むかというのはやっぱり一番分かっているのはこれ奥野選手と思うんで、このやっぱ賢くやっぱこのボランチの奥野選手の話でございますね。例えばこの力っていうのはやっぱパトリック選手とか、あとマイク・マナカード、この辺にはなってきますし、あと原川選手に関してはもうどっちもそうですね、まあ、メインチャンネルでも話したんですけど、攻守にハードワークできる選手なんでね、やっぱちゅうのがあるんで、まあ、ミッドフィールド僕は B 評価ですかね。まあこれ一応右サイドハーフのレギュラーというか、一番上に中原選手が、ね、来てはいるんですけど、まあ、最近マイク・マ選手の方が右サイドハーフでの先発増えてきましたね。それこそ、まあ、キム・ジンヒョン選手の、これゴールキックから一発、ね、これマイク・マ選手に渡ってチャンスを迎えることも結構あるんでっていうことを考えて、これキム・ジンヒョンから、マイク・マ選手のライン、まあ、ゴールキーパーとサイドハーフで、まあ、距離はあるんですけれども、ちょっと注目、今後、注目して見ていきたいと思ってますけれども、ね、であとフォワードやっぱ継続した活躍が見たいですね。フォワードちょっと、D 評価というふうにちょっと悪い評価にはなっているんですけれども、ね、山田選手ですね、川崎フロンターレ戦で、確か得点決めている山田選手があるんですけど、やっぱこう継続した活躍が見たい選手の一人、まあ、本当ね今年こそやるんじゃないかって感じであったんですけど、ちょっとこれ、ね、プレー時間が短くなってきたりとかしているんでね。あと加藤睦希選手もそうですね。本当この加藤睦希に関してはワンタッチで決めることができる選手ですし、このミドルシュート、ミドルゾーンからシュートも結構迫力ある選手なんで、これは J2 の金沢の時はですね、結構ミドルゾーンからのシュートが多かったんで、そこでまあ積極性というのもっとこれね、本当まあこれ J1 のセレッソ坂の加藤というのはやっぱワンタッチシュートが上手い選手ではあるんですけど、やっぱりこうそもそもこれ、積極的にミドルゾーンからシュートを打つことが得意な選手なんで、このやっぱちょっと、注目今後
後加藤選手がミドルゾーンですね、この辺でどういう風なプレーをするかというのも、セレッソ大阪上に行くには重要なところになってくると思うんで、この、加藤選手でもっと積極的に、まあ、本当積極的に十分やってると思うんですけど、もっともっとシュートを打っていってほしい、そんな選手でありますけれどもね。で、あとタガートですね、まあ、フォワードでタガート選手は結構いいですね、まあ、今年 J リーグ2年目の選手になってきますけどもね、やっぱ前線ためが作れる選手、まあ、加藤にしても山田選手にしてもちょっとこれタガート選手とは違うタイプになってくるんで、まあ、タガートの方が、まあ、ここ名前出してませんけどもね、まあ、後半戦はタガートの方が、レギュラーポジション取る可能性が高いんじゃないかと思うんで、まあ、ある意味得点という意味ではタガート選手は、後半戦のキーマンになるかなと思ってますね。はい、そして、夏の補強候補ということで、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱ債務超過12億円、これがどういうふうに影響を及ぼすかですね。まあ、そんな中、やっぱ J1 からなかなか取ってくる難しいと思うんで、まあ、やっぱ跳ね返せる系、まあ、さっきも言ったセンターバックのところですね、もっとこれ跳ね返すことができる選手が多いということを考えた、まあ、千田選手とか、馬場選手ですね、まあ、現在アジアカップ出てる、馬場選手、僕、今年の J2 全体の中で一番の発見、僕は個人的には馬場選手と思って、まあ、いろんなこれ J2 のゲーム見ている中で、やっぱこれ馬場選手のこれディフェンダーとしての活躍というちょっと見ていて面白いものがあったんで、ちょっとセンターバックとしては異質な存在、僕の中では一番今年の発見の選手でありますね。で、あともう一個跳ね返すと今畑尾選手とかこの辺になってきますね。で、中盤は原川選手みたいなタイプでいうと熊本の川原選手とかもそうですから、まあ、自分でボールを奪うことができますし、まあ、一発これ流れ、まあ、サイドを変えるパスを通すこともできるんで、このままアンカーでもできるし、まあ、ダブルボランチとしても使える川原選手、これありと思います。あとフォワードで、だからもう一回 J2 熊本からになりますけれども、ね、同じく J2 熊本から高橋選手になってきますけれども、ね、この辺はやっぱだから、獲得候補になってくると思います。まあ、そんなにお金も、かかんないんじゃないか、まあ、もちろんこれ夏の移籍になってくるんで基本的には移籍にかかるっちゅう話ですけれども、まあ、この辺だからね、どうなんですかね、まあ、債務超過12億円の影響もありますし、乾選手とのこれ契約解除というのはどういう形になったかですね。これもうこれお互いこれもあの違約金とか、なしこれ契約解除に、伴う違約金なしという感じで、まあ、解決したのであればいいんですけどもね、まあ、しかし基本的には契約解除というのは場合によってはですけどもね、まあ、本当であればこの契約している間もらう予定だったお金を、まあね、請求する権利があったりとか、これ契約社会なんで難しいところであるんですけどもね、例えばあと1年間乾選手と、セレッソ大阪に、まあ、どんだけ契約が残ったか分かりませんが、仮にあと1年間乾選手が、契約が残っていたとすると、まあ、この1年分の、年俸お金をもらう権利が乾選手にあるんで、そこのまあどうなったかですね。だからそういうところ残りの契約年数のまあ年俸とか、ね、これ給料分がどうなったか分かりません。まあ、本当ねお互い、まあ、いい感じで終わることができればお互い双方合意のもと、もうお金はいりません、乾がもうお金はいらないんで、契約を解除してくれという話であれば、お金ゼロ、まあ、本当解約、この契約解除に伴う、お金の やり取りがまあゼロになる可能性も高いんですけど、そんなちょっと分かんないんで、まあ、これ債務超過というのは契約解除に、伴ううんたらかんたら、その辺もちょっと夏の補強には影響してきそうと思ってますけど、さあどんな形でございますけどもね。はい、ということになります。以上パルムテジルサッカーチャンネルサブの僕でした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶ